日本電産株式会社は、京都府に本社を置く日本の電機メーカー。創業者は、長森茂信。精密小型モータの開発、製造において、世界一のシェアを維持、継続している。東京証券取引所、第一部上場、証券コード6594。本社は、京都市南区癖電場町338番地の国道171号線沿いにある。 本社、中央開発技術研究所ビルは2003年3月、竣工した、地上22階、地下2階、高さ100.6メートルの高層ビル。現在の本社所在地は、旧進歩工業の本社所在地であった。日本電産本社の所在地は、関武天皇が784年に造営した、長岡京の遺跡の一角にあたっている。本社建設に先立って行われた。 発掘調査では巨大な掘立柱建築物アートをはじめとする様々な遺構が発見された。そして出土した牧書時の文字によって桓武天皇が長岡京から平安京に移る一年余りの間滞在した長岡京当院であることが判明した。これは平安京に先立つ天皇の御所の遺跡として注目され学会からは遺跡保存の要望も出された。 日本原産によると本社ビルの建設は遺跡に配慮して当初の設計を大幅に変更して施行され地下に遺跡を現状保存しているという研究開発拠点営業拠点日本原産の主力製品は電動機であり特に精密小型モーターや中型モーターに強みがある精密小型モーターはハードディスクドライブなどに使用され中型モーターは自動車や 家庭用電気機械器具に搭載されている。インテルのリテール CPU に付属する CPU クーラーには同社の OEM 製品もある。日本電産は2020年までに残業ゼロを実現すると2016年10月に宣言している。この背景には買収した海外企業が残業せず1ヶ月の長期休暇を取得しても工業石を上げていることがある。 今後は残業代として支払っていた賃金を半分は賞与に載せ半分は社員の教育投資として還元するとしている。朝日新聞は日本電産の2008年3月期決算発表に関する記事において社長長森が休みたいなら辞めればいいとの持論を展開したと報じた。この報道によれば長森が社員全員が休日返上で働く企業だから 成長できるし、給料も上がる。たっぷり休んで、結果的に会社が傾いて、人員整理するのでは、意味がないと述べ、同社の成長の原動力が従業員のハードワークにあると説明したとされる。この発言に対して、同年の命令中央大会で、日本労働組合総連合会会長の高木、剛氏は、労働基準法の趣旨に反すると批判した。 来賓として出席した厚生労働大臣の増添洋一も調査の上で違反があれば厳正に処分することを約束する。しかし、日本電産は4月28日、この社長発言について、そのような事実はなく、誠に遺憾に思っておりますとした上で、記者会見での社長発言の趣旨は雇用安定確保を最重要視し、企業再建でも、 同方針で実績を上げてきた同社の経営理念を述べたものであると反論する。なお、日本電産による抗議文書は当初は朝日新聞の記事についてであったが、その後上記文書の表題を一部報道についてに変更した。なお、同年に日本電産が東洋電気製造の買収に失敗したが、その際、日本電産の労務に対する懸念から、 東洋電気製造労働組合が買収に対して反対を表明している。ありがとうございます。